どうも皆さん、カイトです。今回はサクッと遊べて面白かったインディーゲームを4本紹介します。では早速やっていきましょう。1本目、デバッグ彼女。スチームでリリースされている作品で、主人公が高校時代の友人さくらくるみとゲームショップで再会し、忘れかけていたゲーム作りへの情熱を再熱させるところから物語が始まり、彼女にデバッグを手伝ってもらいながらイベント出展を目指すというノベル 2D アクションゲームです。早速すべての実績を解除してクリアしたんですけど、普通に面白かったです。ゲームはテキストで進行すべるノベル形式が主体でありながら、彼女パートでは主人公が開発中の 2D アクションゲームのデバッグを行いながらバグを発見していきます。このバランスが非常にうまく取れており、すごく好印象を受けましたね。ノベルパートでは彼女との会話の中での選択コマンドによって好感度が上がり、彼女との関係が親密になっていきます。一方アクションパートでは、作り込まれた 2D アクションゲームのバグチェックを行うという2つのジャンルを楽しめる仕組みになっています。特にアクションパートの 2D ドットの仕上がりが素晴らしく、ドット絵好きにはたまらないデザインで、客観的に見ると桃ドラ月下のレクイエムに似たデザインであり、プレイ意欲がとてもそそられるのがポイント。デモゲームだろうと油断してガンガン進めてしまうと、敵からの被弾がかなり厳しく、適切に装備を整えながら攻略する必要があるという王道感も良かった。またそのステージ攻略中でもバグ箇所を探すタスクヒントが提示されてて、各ステージでバグを見つけるというスパイスがゲームにいい味を加えていましたね。全ての実績を解除してクリアするまで約3時間ほどかかりましたが、サクッと遊べる新しい複合ジャンルのゲームとしてはおすすめです。彼女と一緒にインディーゲームのイベントに出展しよう、デバッグ彼女は Steam で好評配信中です。2本目、ナイツオブザロード。スチームでリリースされている作品で、ロックウォールという王国で王妃が呪いによって永遠の眠りにつき、王様を助けるために暗黒の魔術に手を染めてしまうが闇に取り込まれ、王国全体も闇に包まれてしまいました。その頃山賊フレッドが相棒の妖精アイワと共に大富豪からお金を踏んだくっていたら、ある妖精の話から王女に向かうことになってしまい巻き込まれる 2D レトロアクションです。早速ノーマルエンドでクリアしたんですけど、普通に面白かったです。日本語翻訳はないんですけど、8ビットというスタイルだけあって、往年のファミコンの世界をたっぷりと感じられるのが本作。ちょっと機敏に動ける無印ロックマンのイメージを持ってもらうのが一番良いかなと。相棒のアイワが変化するシールドの一択というのが特徴的で、盾を投げて攻撃したり、相手の弾を防いだり、坂道を滑ったり、トゲや水中を浮いたりと、様々なシチュエーションで自在に使いこなしていきます。さらに途中で秘宝を購入すると、盾が弓に変化して遠距離攻撃ができるようになったり、ダッシュが使える盾に変わったりと、攻略に役立つ要素が増えていきますね。ステージクリア型で後戻りができないタイプのゲームなんで、宝箱やバフ装備は確実にゲット購入しておくことがおすすめ。アスレチック要素が多く、レトロなゲーム感を強く感じさせ、マジで盾を切り替えながら上へと進んでいく場面では、ほんまにコントローラー投げそうでした。ボス戦ではパターンを把握してからの連続攻撃が楽しめる、昔ながらのアクションが踏襲されているなと感じ取られました。トゥルーエンドの条件が非常に難しいのが気になりますが、クリアとしては3時間30分ほどでしたが、ノーマルエンドで十分満足。山賊になって相棒アイワと一緒に宝物を探し出そう、ナイツオブザロードは Steam で好評配信中です。3本目、春待ちトロイダル。任天堂スイッチ、 PS5、Steam でリリースされており、28歳の会社員である主人公がある日突然目覚めると、目の前に悪魔の少女が現れるところから物語が始まって、彼女の願いを聞き入れた主人公は離島にある学校に転校生として入学、卒業間近の生徒として10日間という限られた時間の中で無事に卒業を目指すことになる、ループ型選択デッキ構築アドベンチャーです。早速エンディングまでクリアしたんですけど、めっちゃ面白かったです。卒業を迎えるまでの10日間を繰り返しながら、事件の謎を解き明かしていくタイムループ要素にデッキ構築が加わったゲームプレイが非常に魅力的。クラスメイトと親しくなるためには、会話カードと呼ばれるカードをデッキにセットし、ランダムに選ばれる4枚のカードで会話を盛り上げ、好感度を上げつつ情報を集めます。一見シンプルなカードバトルですが、相手の表情や態度を読み取ってカードを予測する必要があって、予想外の反応が返ってくることもあるため、緊張感と戦略性がすごく感じ取られます。また同じ会話カードで
勝利することで多くのポイントを得られるため、カードの選び方も非常に重要です。さらに10日間の間に主人公の能力値を上昇させることでカードを強化できる要素もあります。この部分はときメモのような親しみやすさも感じ取られますね。主人公と関わりのある12人のクラスメートも個性豊かなキャラクターばかりで、ギャルっぽい女の子からガタイマスター、さらには分かる人には分かるふわふわ系に正統派イケメンと、誰が誰と仲がいいなどの情報を集めていくのも面白かったですね。謎が徐々に解けてきた瞬間の展開はすごく引き込まれるんで、ぜひ真実を掴んでループする謎を解明してほしい。クリアとしては5時間ほどではいけたんで、サクッとプレイしたい方にはおすすめの作品。不思議な10日間の世界を何度も味わおう。ハルマチトロイダルは Nintendo Switch、 PS5、Steam で好評配信中です。4本目、キャストアウェイ、 Nintendo Switch、 PS5、 Xbox、 Steam でリリースされている作品で、マーティンが未知の島に不時着し、謎の生物に貴重な武器と相棒の犬を奪われてしまい、取り戻すために冒険に乗り出す 2D レトロアクションです。早速ラストまでクリアしたんですけど、なかなか面白かったです。ゲームボーイ版ゼルダライクのスタイルに強く影響を受けており、オープニングから BGM、 マップのギミックに至るまで懐かしさを感じる要素が満載なのがキャストアウェイ。ゲーム内の文字は一切表示されず、直感的なフラッシュアイディアで冒険を進めていきます。序盤に剣をゲットしてからの草刈りに、岩を壊すためのツルハシ、さらには岩に捕まるためにフックショットと、ゼルダライクなアイテムを駆使していきます。シンプルな画面切り替えのブロックマップ形式で、敵を倒しつつステージに挑む楽しいアクションも特徴の一つですね。メインストーリーは3つのステージから構成されており、シンプルながら一定のクオリティを持っていますが、それ以上に楽しめるのが塔へのチャレンジ。この塔ではライフポイントが制限され、ダンジョン内で敵を倒しコインを貯めることでマーティンをレベルアップさせ、バフで強化しながら進むローグライクな要素が楽しめます。塔は通常のステージよりも難易度が高く、やり込み要素が充実してるんで、何度も挑戦したくなる内容なのがやばい。ゲーム全体は塔を含めて約2時間ほどでクリアいけるんですけど、価格に見合った満足感が個人的には得られました。ゲームボーイ版ゼルダライクを楽しもう。キャストアウェイは Nintendo Switch、 PS5、Xbox、Steam で好評配信中です。サクッと遊べるインディーゲームを4本紹介しました。バグを探しながら恋愛アドベンチャーをする複合ミックスから、山賊になっての盾持ち大冒険、10日間ループでの体験でのデッキ構築という意外性から、ゲームボーイ版ゼルダライクに酔いしれるレトロ感、こういったサクッと遊べる作品が多くリリースされているのもインディーゲームの醍醐味の一つ。この機会にぜひプレイしたいと思える作品があれば手に取って遊んでみてください。きっとこんなマニアックなゲームを自分だけがプレイしているという高揚感に浸れること間違いないですよ。このチャンネルではインディー作品を中心におすすめのゲームを一通りクリアして紹介しております。少しでも参考になった方がいれば、チャンネル登録や高評価をしていただけると幸いです。ではでは、またの機会に。カイトでした。